じゃあアントニーから行きましょう。アントニーから行こう。最後はじめ社長で、はい、はじめ社長で締めるのマジで。しかもあんたで締める一応あいつ日本一やけど大丈夫。しかもこの映像やばくないですか。本当に大丈夫、バーサレンこれ。いや大丈夫大丈夫、いや大丈夫大丈夫。やっぱアンって何回見てもおもろいね。スクリーンショットって画面録画できます。じゃあアントニーから行く、はい、アントニーはマジすぐ電話出ると思う。あんたよく暇やもん、仕事ないし。そう、あいつ仕事ないし。コラボしようよって言ったのに。で、せっかくしてあげとうのに。確かに。コラボしてあげとうのに。しかも俺がせっかくアナル出しとうのに。間違いない。こんな美味しいことないっすよね。うん、そうっすよ。こんな突っ込んでくださいたぶん彼は何か察した。もう一回行きましょう。でも突っ込むこと諦めたよね。合ってる、処理できんと思って。おい、なんだこれ、気持ち悪い。誰のだよ、気持ち悪い。誰のだと思いますか。誰のだと、はい、いえ、社長じゃねえの。社長だと思いますか。ああ、社長だと思うよ。残念でした、僕でーす。大丈夫だね。飯食って3分で見たくねえ。アントニーさん最近何してるんですか。いや、何もしてない、普通に。もういい。しかも何もしてないんだ。やっぱり仕事なかった。彼は。もうちょい。おい。準備してから。誰のだと思いますか。あ、今回違うかもしれないですよ。銀太だろ、銀太だろ。いや本当にいいっすか。本当にファイナルアンサー。うん、銀太銀太。それがもし外れたら1000万ですよ。いや、やるかバカ。いいよ、もう分かってんだ、銀太なんだろ、どうせ。同じなんだよ、同じなんだよ。久々の仕事やろ。久々の仕事じゃないですか。久々の仕事？はい。いや、ギャラ払えよ、じゃあ。闇の？闇のお金。うん、もう闇で、いや、いいよ、もう、人の見て金もらえるの最高だよ。趣味。今、YouTube の撮影してて。嘘だろ、お前。仕事で今、出してた。そう、仕事、仕事じゃないと、出せんよ。いやいやいや、逆なのよ。から出てきたみたいな編集したらブチ切れる。だけど出てきそう。出てきそう。店屋一個しようよ。店屋一個はやばいって。アントニーを見せよ。そのテレビ電話でアッパーって言ってる時点でもう運転手さんって気まずいんだから。今仕事しようと。いや、移動中タクシータクシー。ええ、仕事あったんや。なめてるな。じゃあな。いや、おもろい。一番取れなくあるかもしれない。マジおもろい、こいつ。この後にね、はじめ社長来るからね。確かに。はじめ社長電話するよ。とか言って、うんこしたりしたらめちゃくちゃおもろくない。はじめ社長にうんこかけてきた。はじめ社長じゃなくて、俺の携帯に近い。多分さすがに DJ 社長から連絡はビビるやろ。テレビ電話ですよ、だいぶ勘ぐったよ。出らんな、出らんな。出ないからトップ YouTuber なんですよ。いやー、確かにガードがね。出ないからうまくいくのよ、うん、確かに。こういう罠に危機管理能力が完璧だよ。出ないね。誰かいるかな。宮迫さんとかどうなんですか。あー、アントニーと粗品の間に入れましょう。どっちもとにかく壊れてる。一番バーガーされたくない二人じゃん。これ、録画された。もし。あれ？もしもし。もしもし。お疲れ様です。あれ？お疲れ様です。あれ？テレビ電話できますか？テレビ電話？ちょっと待って。誰だ？何してんねん。誰だ？誰だじゃねえわ。見たことあるぞ。おい、見たことあるぞ。タクシーで移動中や、今。大体タクシーで移動してるよ。電話してました。電話ちゃうねん。すいません、本当に反省してます。え、何これ、動画。あ、そうそう、動画っす。電話してみたんです。違います。じゃあ今度僕と一緒に店やっこしましょう。ゴー。
それおかしくないですか？それおかしい。こっち見せてるんですよ。こっちばっか見せか。宮迫さん、あれっすよ。僕、チンコ見して、アール見せてるんですよ。しかも、うんこも出したし。宮迫さんもちょっとは、あるぐらいは。確かに。今度、全身脱毛するから、その後でな。あ、来た！おぉ。約束。それ YouTube 出していいっすか？答えにくい言葉で。この場でアップ取るのこれ。わかった。綺麗にしてから見せるわ。うわやったー。器が違うわ、やっぱ。じゃあ闇営業はほどほどにな。頑張れよ、闇営業。鬼失礼だよ。鬼傷ついてるんだよ、最後の一言で。なんで綺麗に終われないんすか。飯田？でも飯田これやること知ってんすよ。確かに、もともと来る予定やった一瞬で。逆になおさら。なおさらやってみて、うん、傷跡残せるか。そうそうそう、傷跡残せるか。傷跡残せるか。じゃあ行きます、飯田。シャ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 。こうね。慣れてきた。慣れてる。ああ、何これ何これよくやりえ、何これ分かったよ。何これ海の生き物おい、分かってるだろ。企画知っててその反応は寒いわ。銀河な、ほら、分かってるやろ、お前。なんで最初から分かっとったのにさ、知らんふりしたん。いや、一瞬分かんなくてもそれで行こうって思っちゃった。あー、取れたか気にしたね。え、お前はそれ何を映しちゃったの？お腹。え、ちょ。画面隠してた、ちょ。ちょ、見して。ええ え裸え裸裸なんで普通にゴロゴロしてた。お前も、話してたの？え、ちょ、立ってみて。ほら、立ってごらん。じゃあ、映してごらん。それ脱いで大丈夫っすよ。いや、かん、大丈夫。もう、あっ、で、動画やけ。もう、お前はプライベートな裸なの？よしよし。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。なんで全裸なの？いや、マジで。うん。たまたま裸だったないか裸ないやろどうですか1ヶ月振り返って楽しかったっす小学生のね小学生の日記なのよ楽しかったです嬉しかったですドキドキしましたありがとうございましたありがとう